ふわふわのお花紙アジサイの収納法です。紙で作った輪っかをかぶせるだけで重ねてコンパクトに収納でき、早くから作り置きするときや次の年も使いたいときにとても便利な方法です。まず A4 用紙を4つに折ります。ミスコピーでもチラシでも構いません。両側を1センチほど切り落とします。たくさん作るなら手が疲れないようよく切れるハサミを使うことをおすすめします。細長い紙が4枚できるので2枚をつないで輪っかを作ります。 A4 用紙から2つの輪っかができます。スティックのりやセロテープは気温の高いところに置いたり何ヶ月も経ったりするとよく剥がれてしまうので液体のりを使うことをおすすめします。輪っかもたくさん作るとかさばります。3つをこのように組み合わせアジサイの数だけ作っておきます。アジサイの花の部分に輪っかをかぶせ花びらをつまんでそっと箱の中に入れます。底いっぱいになったら新聞紙などを置いてまた同じように入れていきます。お花紙で作ったアジサイはとても軽いので紙の輪っかと支えだけで潰れることはありません。説明用に段ボール箱の側面を透明にしていますが、実際は普通の箱を使ってください。箱にはアジサイの他の飾りも入れ、何が入っているかよく見えるところに書いておきましょう。手間暇かけて作ったふわふわのアジサイが潰れてしまわないよう、この方法をぜひお試しください。